おぱぱ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 。皆さんごきげんよう、シュリリンです。キラキラー、ちょっと今日テンション高いです。なぜかと申しますと、ちょっと白猫ちゃんになりたいなみたいな。なんかハロウィン近いじゃん。ハロウィン近いよ、うん、一旦白猫ちゃんメイクを、うん、していきたいと思います。絶対可愛くなるよね。よかったら最後まで見ててください。よろしくね。可愛くない？もうさ、髪の毛ギットギト。違う違う、お風呂入ってないとかじゃなくて、なんかお昼うちなんかちょっとなんか口内環境を整えようと思って。恥ずかしい。もう痛い痛いよ。貴重な産毛が、いろんな意味でなんか全てを整えようと思って。どういうこと？そう、だからなんかちょっと歯をなんか矯正とかなんかいろいろしたいなと思って、ホワイトニングとか、一旦なんか検診とか行こうかなと思って歯医者通い始めたんですけど、だからそれでちょっと髪の毛がちょっと濡らした、濡れた、ね、濡れたはやばいけど、オイルで濡らしてなんか、え、私いい女ですよみたいな感じで行ったので、ちょっと髪の毛ギットギットっていう話。オイルなので、動物性のオイルじゃなくて、あの植物性由来のオイル、カラコンからしたいんだけど、え、どっちのがいいのかな。なんか使えるメイクなのか、もう鑑賞用のわーすごいっていうメイクなのか、どっちのがいいのか、うちはちょっと分かってなくて、普段使いできる方にしとく。カラーコンタクトさんはバンビシリーズのスワンブルーを使います。バンビシリーズさん私大好きです。全然大好き、うん、中華メイクといえばもうなんか日本で買えるカラコンだったら、どこ行った、ね、カラコンの箱消えた、え、怖い、マジでない、宇宙人、え、待って待って、本当に、あ、うち宇宙人違う、そうじゃない、え、うち5秒前まで持ってたよね。え、待って、本当に冗談抜きで全カラコンなくしたんだけど、え、うち捨てた、捨てるわけないよね。何十箱も入ってんだよカラコン。ねえ、はいってお願い。日本で買えるカラコンだったらもう絶対このバンビシリーズが全、ね、おすすめですよ。下地は軽く塗っていきますね。アイメイクにフィフォーカス、ねえ飛びすぎ、アイメイクにフォーカスを当てたいので、あまりねこうベースメイクに時間かけてられないよと。え、ちょっと待って、暗い、やっぱ暗いわこっち。ほら、ちょっと明るい、ちょっとだけ。この下地は本当に肌の色ムラを整えてくれて、すごいぴったり密着してくれて、保湿もしてくれて、もうね、夏はもちろんのこと、これからの冬やばいですよ。大活躍間違いなし。ファンデちゃんはちょっと今日ね、こってりしっかり白目にいきたいので、シーグラムを使いますね。これワンプッシュぐらい、なんか点置きっていうよりかは、うちはもうなんか薄くこうやってなんか、まあ、うちの指10本スパチュラあります。はい。で、クッションファンデのパフで、ポンポコポンポコ叩き込んでいく。やっぱこのさ、ファンデーションいいね。うちちょっと、撮影用に明るいカラーを買ったから、あんま外にはつけててないんだけど。本当に標準色というか、自分の肌に合った色も買おうかなって迷うぐらい。もう買え、それは。もうそれは買ってもらっていいですか？めちゃめちゃ綺麗じゃない？シーグラムさん、お仕事待ってます。冬とか、これからの季節はすごいいい質感になると思う。なんか本当に季節感じるよね。わくない？つい最近まで6月だったのにさ、もう秋やで。読書の秋？食欲の秋？せーの、アンジェラ・アキ。ね、見ないでね、やだ。ね、ヒゲ隠しは見ないで。本当にお願い見ないで。まだヒゲ生えてるんだ、みたいな。え、脱毛言ってるのに、まだヒゲ生えてるんだ。全然男だよね、言われたら。うちも言いたい。逆にね、男の子に生まれて、あ、男の子っぽく生まれて、このポテンシャル、素晴らしいと思いませんか？こんなのでも、こんなに可愛くなれんねんだよ。いい加減にせよって。安定のズーシー大先生でお願いします。はい。バババババババ。トップクラスで素晴らしいお粉ですね。企業さんのこだわりがすごく見えるの。え、ま、何様？お釜様？は？お釜とか言うんじゃねえよ！こっちだってね、好きでお釜やってんじゃねえよ。てか、お釜なんて思ってないし、1ミリも。全然女！見て、ベースできた。可愛くない？すごい、鉄壁って感じのお肌じゃない？ロッ！おいでー。ねえねえねえ！終わってんじゃん！眉毛なしで色ってこと？ふざけんじゃねえよ！いつもよりちょっと明るい色のね、やつで描きます。ちょっと予定変更、最悪、気分が悪い。短期すぎん？大丈夫そう？
いいっすね、いいっすね。結構バランス取りたいので長めにお眉を描いてあげてくださいね。動物顔メイクって基本的に面長っていうよりかは横にね、幅を効かせたメイク。俺俺俺中華メイクやぞーって感じの幅の効かせ方をしたいので、メイクも全部こう縦に意識を持ってくんじゃなくて横に意識を持ってってあげてください。え、めっちゃ美容系お花これ使います。お花すごく大事なんですよね、実は。はい。なんか、強めの顔にはしたいんだけど、動物なので、ちょっと、ここ太めに残していく感じでやっていく。このくの字気味ね。見えてないよね。容形としてダメでした。ここね。もうちょっと鼻の形変わってるの分かりますか？鼻先入れて、この目のくぼみをなぞっていく。最後、くの字にこうやって、ワンホンバナナってんの分かる？あっと、いつものシリリンさんと鼻の形違うよってなると思うんですけど。まあ、ベースは OK です。もうこの時点で顔大丈夫そうみたいな。顔綺麗すぎひんって感じなんですけど。今日使っていくパレットは、こちら。これさ、前も使ったっけ？これ使います。この間これの赤使う、雨動いちゃった雨。今日ピンク使います。この色ね。目尻から、もうこれは変わんない。目尻からのせてきます。で、横釣り目を意識する感じで。なんかラインとか、影とかで、なんか、柔らかさ出すっていうよりかは、色味、色味で出してあげてください。ごめんなさい、美容系なんだよ。そういうこと言っちゃうんですよ。ごめんなさい。そのまま下まぶたにも伸ばしていく感じね。で、この時も釣り目忘れないでください。この釣り目すごい大事で。もうほんと、めっちゃ塗ってるやんって思ったやん。大丈夫です。中華メイクなんで。一番濃い色。さらに目尻の際を締めていきます。で、これ同様でそのまま下にもね、がっつり入れちゃって大丈夫です。もう白猫ちゃんじゃない？にゃーん。この色を使って、ちょっと中間ぼかす。一番最初に塗った色を目頭に濃いめに入れていきます。これすぐ中華ワンホンで大事なんですよ。はい。さらに細いブラシに乗せを持ち替えて、さらに細めに塗っていくと。ねえ見て、陰影すごくない？これやねん。干したら干したらカットクリーク、なんでもいいんですけど適当なコンシーラーを手に出して、アイブロウの斜めカットのブラシを使ってるんですけど、これを取ってそのままね、この目の丸みに沿ってカットクリスをしていきます。で、この線決めたらそのまま下にね、この色を下ろしていきます。ねえすごくない？これすごくない？これすごくない？見て見て、すごくない？したらうちはもうベビーパウダーを使って今コンシーラー塗ったところサラサラにしてあげる。そしたらうちこのキャンメイクのクリーミータッチライナー、これは04番ですね。もう大体の涙袋の位置を描いちゃいます。これを細いブラシでぼかしていくんだよ。真ん中はあんまぼかさずに左右だけぼかしていくのがポイントですよ。そのまま涙袋のぷっくりさせたいところを全部コンシーラーで整えていく。結構もう目尻の方までキワキワまでいっちゃって大丈夫。もうさーね、うちって本当に天才？わかるわかる。天才なのはわかってる。んで、ここに先生。こんにちは、お願いします。今日も、はい。ご足労おかけいたしました。って感じなんですけど、これをそのまま、さっきコンシーラー置いた位置、下まぶたに乗せていく。ねえ、かわいい！かわいい！そしたらもう一度ご足労おかけした、ウォン・ジョンヨスさん、もう一度使います。これ。次、ダイヤモンドライナーね。黒目の下あたりに塗っていく。際にね、際だけだよ、際だけ。もう最高やないの。見てください、この輝きを。なら先に、アイラインの前にうちはもうね、まつげを上げちゃいますね。めっちゃ可愛い、めっちゃ上がってる、めっちゃ上がってる、うちも上げ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 厚上げ薩摩上げ俺のテンション爆上げ上げで、上からセザンヌの耐久カールマスカラで固めていく。この工程してあげるだけでつけまがめっちゃ馴染むから。そしたらもう先にアイラインも引いちゃいます。今日釣り目にしたいので、うちはね、メイク濃いから、アイライン引くときに、三角をイメージするんだけど、三角の二等辺の下の辺から描いていく。なんだ、うち頭良かったね。白色だったね。ここを、まず、めっちゃ上に上げる下のラインを。こんな感じで上げて、それに沿うように、上の辺も描いていくと。こんな感じで、結構がっつり描いてあげます。はい。で、なんかもう何回もアイラインを出したり、しまったり、みたいな、めんどくさい、ラジバンダリーって感じなので、もうそのまま、聞き逃さないよ、今のは。うん。絶対に拾うよ。逃がさないよ。何、ラジバンダリーって、いい加減にして。下まつげもそのまま一緒に描いていきます。
今日血神がかってる。いや。まあこんな感じでね、つきました。部分つけま。可愛くない？でも目でっか、キモ。キモは間違った。うん。そしたらマスカラ塗りますから。下からね、持ち上げるように、地まつと部分つけまをなじませていくと。でもこの時に部分つけまもこれでもかってぐらい伸ばしちゃう、一緒に。すごくない？部分つけまって革命だと思うんだけど。はい、こんな感じで片っぽ完成しました。天才的じゃない？かわいい。かわいすぎない？ね、さすがに猫ちゃんすぎない？にょん、にょん、にょん、にょん。ということで、こんな感じでできたのね。待って、本当にごめん。もう一回だけやらせて。したら、キャンディドルさんのこのシェーディングパレット。これマジでよくって、ぼやかす感じじゃないの。もう、影ですってちゃんとなるから、見てて、ここ見てて、ここ見てて。ねえ、すごくない？この違い。もううちよくフェイスライン綺麗ですねとか言われるんだけど、本当にこれのおかげ。おティーク、おティーク塗ります。おティーク。もう、で物なくしすぎじゃない？あったおティークちゃん。外行きすぎないぐらいから横に横に伸ばしていく感じ。大きいブラシで思いっきりぼかす。思いっきりね。もう超思いっきりぼかす。うん、可愛い、こんな感じこんな感じ。いや、待って、本気でめっちゃ白猫じゃない？すごいよね。にゃんにゃん特有の口角描いていきますよ。がっつり目に描きます。思いっきり。もう左右全然違うじゃん。で、口めっちゃぷっくりさせたいので、もう下もしっかりがっつり線を引いていきます。んで、唇の山んとこもね。最高。ね、最高。話したら、最近うちの流行りのこの、ミワイスちゃん！ミワイススポットメンテパウダー01番。これマジでやばいです。これマジでやばい。もう塗った瞬間からね、ふわっふわの、サラサラの、今までいない。ね、やばい！今までいない肌の質感。本当にメンテしてるって感じ。ハイライト苦手な子とかでも絶対これは好き。誰もが好き。絶対漏れるもんだってほら。一旦レップキャシドルね、キャシドル。天才いた？ね、完璧じゃない？最高じゃない？ラム&ちゃんをね、ちょっと塗ります。これで唇に深みが出て、超可愛い。はいはい。ね、こんな感じでメイク完成ですが、皆さんどうですか？ちょっとニャンニャンすぎませんか？最後ちょっと。変身して皆さんに見てもらいたいと思ってます。え、マジで可愛い、どうしよう。キャー！この動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録、あと、積極的無断転載もお願いいたしますね。はい。ということで、以上、ニャンニャンシュリリンでしたよ。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。